ポルフィマーナトリウムは、抗線力学療法で用いられる光増感剤である。閉塞性気管しない小細胞肺癌や閉塞性、食道癌の緩和治療に用いられる。ポルフィマーは、2から8個のポルフィリンユニットが、エーテル結合やエステル結合したオリゴマーの混合物である。実際には、630ナノメートルで発光する赤色の光源を用いて、 ポルフィマーオリゴマーを冷気する。ポルフィマーは、ヘマトポルフィリンの誘導体である。手術等の他の根治的治療が不可能な場合、あるいは、肺、または、子宮頸部の機能温存が必要な患者に、他の治療法が使用できない場合で、かつ、内視鏡的に、病巣全容が観察でき、レーザー交渉者が可能な下記疾患。 日本では蒸気意識が1994年10月に承認された。カナダでは1993年に膀胱癌に対して承認された。米国では1995年に食道がんに対して1998年に早期非小細胞肺がんに対して承認された。2003年には米国でバレット食道の治療に対して承認された。 重大な副作用は記載されていない。主な副作用は、抗線過敏症、色素沈着、白血球増多、発熱、発疹、肝機能異常等である。抗線過敏症を防ぐため、投与後少なくとも1ヶ月間は、直射日光及び集中光を避け、薄暗い室内で過ごす必要がある。投与1ヶ月経過後に、指、首相背部を、 直射日光で5分間暴露させたとき、後半、水泡等の光線過敏反応を示した場合には、さらに2週間直射日光及び集中光を避け、異常が見られなくなるまで繰り返す。ありがとうございます。